着物が大好きな下に見えです。今日は帯締めの話をしたいと思います。帯締めはその方の個性を表すとっても重要なアイテムです。帯や着物の色の中から一色を選ぶということもありますが、全く違う色を選んでくるのも楽しみの一つです。例えばこのブルーの色、こんな色を選ぶと初夏の季節には涼しげでいいと思います。またこのくらいビビッドな緑をすると着物が少し地味めの時には気分も上がります。また同じ緑でも黄緑にするとちょっと落ち着きます。新緑の時期なんかにも合うと思います。そして帯に同系色になりますが、こういった濃いピンクをすると女らしい感じに変わります。そしてこの色はちょっと微妙な色です。肌色というと分かりやすいでしょうか。例えばピンクとか黄色とかオレンジの帯なんかにちょっと外れたこの肌色をすると少しこの外れ感というか隙が日本の色の組み合わせらしくって面白い感じになると思います。肌色というとあんまりお名前のイメージが良くないかもしれませんが、昔は紅色、香る色と書いて木蘭の木の皮から取った染料の紅色という色だったそうです。私が帯や着物のデザインをして友禅師さんに染めていただくときに、花や茎や葉っぱの輪郭にこの色を使うときがあります。ということはいろんな色に合わせやすいということでしょうか。またこのくらいいろんな色が入ってる帯締めをするのも楽しいです。どうぞ皆さんも帯締めで楽しい着物生活してください。ご視聴ありがとうございました。